神里家の宿命やシャブ業の重荷はお兄様が一人で背負うべきものではありません。この対決はまさにその信念ゆえのもの。椿の花が咲く頃、私はよく同じ夢を見ます。夢の中でお母様と過ごした時間は心安らぐものでした。私の心のどこかで家族と穏やかに過ごす時間が今も続いているのかもしれません。咲いては枯れる花もいつか夢から覚めます。神里流の剣術は空想が現実を織りなす夜露と雷がごとく、心の思いによって動き、たとえ夢の余韻だとしても、日々胸の中に渦巻くこのぬくもりが、壁を突き破り、刀をなすのです。あれが生まれて初めてお兄様に勝った対決でした。そして白鷺の姫君が誕生した瞬間でもあります。ほうけた顔をしてどうしたんだい、綾香。あ、花火はもう上がったし、皆が待っているよ。ジムを引き受けたのは綾香の方だろう。ごめんなさい、お兄様。雷神に祈らん。この世の平和と安らぎが続かんことを。鳴神島の民たちよ、これより祭りの幕開けです。